ャンネルリターンズ。さあ始まりました。 NPO 情報発信番組人の輪チャンネルリターンズです。この番組の進行は沖縄市市民活動交流センターの中野と森と石原とですよろしくお願いします。お願いします。この番組では市内 NPO 情報を中心に活動紹介や情報発信を行い、地域や市民の皆様にもっと NPO を身近に感じて理解や協力を得るための情報番組となっております。現在福祉、まちづくり、学術、雇用、子育てなど様々な分野で NPO 活動が展開されており、地域づくりや公共サービスの新たな担い手として期待が高まってきています。沖縄市にはこれらの活動を行う NPO 法人が55団体、ボランティア団体が約80団体も存在し、日々地域のために社会のために活動しています。このラジオを通じて少しでも活動や情報が伝わればと思います。さてこの番この番組ではメッセージも募集しています。福祉、教育、まちづくり、制度、社会、 IT など普段の生活の中で感じているご意見やご要望、質問等があればお聞かせください。 NPO 法人やボランティア団体への応援メッセージでも、私たち個人への応援メッセージでもいいので、どんどん送ってください。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653 まで、どしどしメッセージをお送りください。また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。お願いします。ということで始まりました、はい、人の輪チャンネルリターンズですが、今日はね、久しぶりにゲストが来てますね。まずはじゃあご紹介したいと思います、はい、沖縄市障害者福祉協会、理事長であります平田さんにお越しいただいてます。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。あのこのゲスト出演、はい、もう急遽、はい、今日の午前中決まったんですよね。今日の朝決まりました。すいません、急に。大丈夫ですよ。ありがとうございます。ありがたいですね。フットワークが軽いからね、助かりました。はい。で、このNPO 法人沖縄市障害者福祉協会さんについていろいろ聞いていきたいと思うんですけど、はい、このね、障害者福祉協会さんって、はい、設立は平成19年にされてるんですけど、はい、実は、ね、あの任意団体での歴史がすんごい古いんですよ、はい、あ、そうなんですね。そうそう、今から、まあ、52年前、52年前、そうそうそう、に、結成されてるわけ。もともとは小座市、障害者、協会でしたっけ、はい、でされてて、で、当時の小座市と三郷村が合併して沖縄市になったので、はい、それで沖縄市障害者協会としてやってて、はい、でそれで、NPO 法人化したのが平成19年という形になってはいるんですが、うん、法人としては7年ぐらいですかね。7年ぐらいですね、うん、ただもう52年前って信じられない、ね、すごいですね。生まれてないです。誰も生まれてないですね。誰も生まれてないですね、うん、もうその時代からそういう、うん、あの教会として動いていただいたので、まあ、今日はそのあのこの NPO 法人の障害者福祉協会さんのことをいろいろ聞いていきたいと思いますので、うん、はい、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、じゃあ早速ちょっといろいろと聞いていきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。理事長とはですね、一番街でお会いしたり、はいはい、あの交流センターのイベントにご協力してくださったりとね、はい、あのお顔は存じ上げていて、会えば挨拶もさせていただくような、はい、この間もよく知り合いましたね、はい、そうなんですよね。あ、たまたまですか。たまたまですね、お互い仕事で
ちらっと立ち話させていただいたりとかっていうふうに顔見知りではあるんですけれども、法人についてはあまり知らないことが多いので、今日はいろいろ教えていただければと思ってますのでよろしくお願いします。で早速なんですけれども、沖縄市障害者福祉協会の法人の設立のきっかけとかそういうのが分かればお聞きしたいなと思ってるんですけれども、ですね、はい、法人設立した当初私役員ではなかったので、はい、詳しいことはなかなか分からないんですけども、はい、時代の流れというやつで、はい、役所から委託事業で事業をもらっていたんですけども、はい、NPO 法人ができるようになってからは、うんうん、やっぱりこういう委託事業、はい、役所からの委託事業も法人格を持っているところに委託していこうという社会の流れに伴って私たちが任意団体時代から受けていた事業が法人化しないと受託できなくなりますよっていうこともあっての NPO 法人化になりました。そうだったんですねはい、そうなんです。あ、ではもう任意団体の頃から活動の内容とかは大きく変わったとかではなく、そうですね、大きく変わった部分はなくて、はい、本当に継続するために、はい、自主的にではなくて、なるほど、しょうがなくっていう部分もあってですね、ぶっちゃけた話でってことですよね。なので今でもなんか他の NPO 法人よりはなんか気分は任意団体の気分がまだ強くてですね、ここら辺が今ちょっと難しい部分、外から見たら NPO なんだけど、はいはい、中開けたら任意団体っぽいところもまだ残っているというところでは、法人としてスタートしてない部分の難しさというのが理事長になって改めて感じております。ただそれが好きなところでもあるんですけど、お仕事と割り切れないところが好きではあるんですけど、舵取るのは難しいっていうところですね。ちょっと気になるのが、例えばどんなところが難しいとか。もともと任意団体の時は、はい、障害持ってる当事者が、はい、会員になって、うん、会員が頑張ってイベントの運営をしてきたので、はい、そこに関してはボランティアだったんですね、うん、完全ボランティア、はい、当事者団体なので当事者が行事に協力するのは当たり前だと、うん、会員としてボランティアでやる、うん、これを前提にしていて、今職員、委託事業を受けてくれる職員が仕事に就いた時に、法人の行事は職員も協力しましょうってなった時に、この協力がボランティアなのかお仕事の一環なのかとかですね、ここら辺の難しいところ、なかなかそこら辺の意識ってね、正直おっしゃるようにボランティアって強要できない部分があるので、まあ、そこら辺をちゃんと位置づけしないとっていうことですよね。ボランティアにしましょうねって言ったところで、うん、職員なのに出ないの、うん、っていう雰囲気は出される、うん、確かにそうなってくると強制と感じる職員もいる、ね、ってなった時に、じゃあこれは日曜出勤なの何なのっていうところが今出てきてるところです、本当に難しいですね。とってただいいな、その任意団体の流れのまま来たっていうのが実はいいなって思ってる部分があって、はい、やっぱ会ってもともといろんな賛同者だったり協力者を得て初めてその事業が遂行っていう形ができるんですよ、はい、そこで当事者たちが、会員の皆さんだったりが率先して手伝ってくれる、はい、協力してくれるっていう体制が出来上がってる部分っていうのはやっぱ強いなと思ってですね、すぐ NPO 法人から、最初に NPO 法人やって運営していく中で、はい、やっぱり逆に今度は会員の協力体制っていうのがやっぱり弱い部分が出てきてるので、そういう意味ではすごい強みじゃないのかなとは思いますね。なるほど、もともとね、そう体制が出来上がってるの で今はやっぱりおっしゃったのがやっぱ雇う側と、はい、ボランティアっていう住み分けがやっぱり確か難しい部分はあるんですけど、第一印象でね、中野さんとかも見てて分かるんですけど、はい、事業所見ててもすごい明るいのよね、雰囲気が。そうですね、なんか入りやすい、そうだからもうみんな楽しんで仕事してるなっていうのが伝わるので、はい、やっぱそれが一番かなとは思いますね、はい、今いる職員は本当に、仕事って割り切るだけではなくて、やっぱり協会のために頑張りたいっていう気持ちもあっ
定の職員が今集まってるので、だから今日も今来てますよ。そうなんですよ。そうなんですね。外に。え、誠さんの外に。外に来てます。ね、だったら出ればいいのに。あ、まあ、次回ですよね。いや、今からでも大丈夫ですよ。出てみないかな、はい、もしよかったら中に来てくださいね。来ないな。来ないな。笑顔で手振ってるんですよね。本当にいい雰囲気でいつも、うん、あの見てるんですけれども、でちょっと話は変わっていってもいいんですかね。どうぞどうぞ。本当にいろんな事業をされてると思うんですけれども、はい、具体的にはどんな活動をされてるのかっていうのがすごい気になってて、まず先ほども言ったように、はい、当事者団体という性格は今でも引き継いでいます、はい、なので、うん、障害ある方を一緒に社会見学に行ったりとかですね、はい、まあ、新年会で情報交換をしたりとか、うん、まあ、あと NPO なので総会、はい、通常総会、うん、もうそろそろあっちこっちあると思うんですけども、はい、そうですね、そういう総会があったりとかっていうことでの活動と、はい、また先ほどから話してるように C からの委託を受けての事業として、はい、まず一番街でやってるのは地域活動支援センターという事業ですね、はいはい、とあとピアサポート、当事者が当事者の相談を聞くというピアサポートとして自発的活動支援事業、ピアサポートセンターつなぎというところでやってるんですけども、はいはい、そちらの方と、うんうんうん、重度障害者をですねリフト車で移動させるという事業をですね、うん、はい、ハンディキャブ号という、まあ、リフト車が走ってるんですけども、はい、そちらの3つの事業と、はい、あと他スポーツ教室とかですね、はい、そういったものを C からの委託で受けてやってますね、うん、いろいろされてますね。すごいですね、はい、幅広いですね。活動拠点っていうのが法人さんとしてはあの沖縄市社会福祉、沖縄市社会福祉センター内でっていうことですよね、社協、社協の同じ建物ですね、うん、はいはい、でそれ以外に一番街に事業所があったり、はい、すごいですね。今2カ所ですね、事業所としては、はい、そうなんですね。でこの中で一つ一つちょっと詳しく聞いていきたいなと思うんですけれども、まずあの沖縄市重度障害者移動支援事業ハンディキャブっていう事業があるかと思うんですけれども、はい、こちらは、介護タクシーみたいな感じですか。介護タクシーは料金が発生するんですけど、うんうん、はい、こちらは沖縄市からの委託料で運営を賄ってますので、はい、その乗った時に関して料金がまあ無料であるということになるんですけども、基本的にですね、介護タクシーの代わりではないよっていうことと、うん、今の移動支援事業ってまた別の事業があって、はい、ガイドヘルパーさんがついて移動したりするサービス、はいはい、福祉サービスがあるので、うん、そちらを使ってる方はまあ利用なかなかできない、うん、両方っていうのは難しい状況がある中で、うん、今この移動支援事業がですね、はい、どうなっていくのか、はい、もうあのだいぶ前からやってる事業ではあるんですけど、はい、時代がもう変わってきた中で、このサービスの存在意義がどうなっていくのか、これから役所とちょっと調整していかないといけない時期になってます、うん、ただですね、うん、県内でリフト車の運行事業各地でやっている、はい、やっていたんですけども、はい、うん、県内でいち早く取り入れたのが沖縄市ということで聞いていまして、一時期は社協さんでされていたんですけども、はい、その前は、うちの前ずっと前のもう2団体の時の事務局長が、はい、やっぱり身体障害者の方にとってリフト車は必要だろうということで導入が進んできたと聞いています。発想はだから当事者からの発想だったんだなと。本当に必要とされるサービスだったんです、ね、運営主体は社協だったかもしれないですけど、うんうんうん、発想自体はもう協会がっていうふうに聞いています。そういうところはもう引き継いでいかなきゃいけないので、うん、はいはい、あ、それちょっとすごい、すごいというかね、本当に必要なものをやっていくんですね、うんうん、周りが考えるっていうよりは、ね、そうそうそう、もう声をどんどん上げてもらって、ね、うんうん、それを形にしていくっていう、もう本当に理想だと思うし、もう本当に今事業所もね、リフト車持ってるところ、うん、介護増えてはきてますけどね、当然のように持ってるんですけど、うん、それをね、市内でいち早くっていうのは、うん、本当に当事者発信ならではだな、うん、そうですね、思います、うん、あとはあのデパートとかでも、まあ、ちょっと話変わっちゃうんですけど、うん、デパートとかでももうバリアフリー化っていうのがね、はい、結構促進されてきてるじゃないですか、はい、うんうんうん、
あの前までだったら結構建物を作るのが目的になってるので、はい、まあ、階段があったりとか、うんうん、いろいろなかなか活用という意味ではしづらい部分があったと思うんですけど、うん、最近目線が変わってきてそういった風にもどんどん取り入れられてきてますもんね、うんうん、そうですね。私が小さい時三重に行ったらエレベーターとかついてなくてですね、うん、エスカレーターはあったんですけど、はい、あ、そうなんですか。業務用の貨物用のエレベーター使わせてもらってた、あ、そうですね、してたので、はいはい、それが沖縄だとハンビータウンさんができた頃からもう大型店舗はバリアフリーが当たり前のようになってきたんですけど、それまでは本当にね、エレベーターってなかなかお客様用にはついてなかったなという感じはします。そうだったんですね。それが今じゃ当たり前になって、そうですね、ハンビーももうなんかねだいぶできてから経ってるような気が し、ね、してますもんね、うん、新しい店舗と比べたらバリアフリー度合いは多分全然違うと思うんですけど、うんうん、あの時はあれが一番最先端だったんですね。すごいエレベーターついてるって感動した気がします。ちょっとなんかいろいろ意識して見てみよう、うん、最近だったらトイレにもありますよね。インターホンがあって、うんうんうん、何かあればお呼びくださって、うんうん、サイエーとかなんですけど、こんなのも多分嬉しいんじゃないですかね。中で転倒したりするときにどうするかっていうので、うんうん、まあそういうのがあったりします、ね、でこのごめんなさいハンディキャブの話に戻っちゃうんですけれども、はい、ごめんなさいね本当初歩的な質問です、はい、なんですけど、リフト車ってこの車椅子のままそのままビーって上がれるようなやつってことですよね、はい、そうです。でこれは現状ではあのこれから調整されていくとかっていうお話だったんですけれども、はいはい、どういう時に利用していいんですか、うん、どういう方が、これがですね、はい、難しくてですね、はい、基本的には重度の障害、身体障害者手帳の1、2級で、はい、まあ、車椅子の方、うんうん、歩行困難な方、はい、まあ、視覚障害があって歩行が難しい方というふうになっていまして、はい、それで他のさ制度によるサービスが受けられない方ってなってるんですけど、厳密に受けられない方っていうのがどれだけいるかって言われたら、もうほぼサービスで受けれるんですね、うん、1、2級ってなると現状はってことですね。なのでその今まで使ってる人が使っていたりとかですね、切り替えがうまくいかなくて、うん、っていうことでの、まあ、不公平感があるという話もありますし、じゃあ今現在このサービスだけで補えてる方、うん、補えてない部分、どうしても緊急で対応しなきゃいけない部分とか、うん、事業所にその車椅子が乗る方の車両がないから、うん、今回だけはお願いねとか、はい、いろいろその隙間な部分もあったりして、うん、完全になくせばいいさっていう話にはなってないんですね、うん、なので今後どうやって活用していくのか、うん、このままだと利用者は減っていく、うんうん、っていうことの中で、じゃあ活用されるようなシステムにするにはどうするかっていうのが今後の課題なのかなと思います、うんうん、今年間どれぐらいいらっしゃるんですか。年間ですか、どれぐらいいるんですかね、1日 4,5 人ずつぐらいが多分、あ、そうなんですか、使っていると、あ、10台あるので17、18人ぐらいあるように感じるけどね、うんうん、なのであの周知が今のところしにくいっていうのと、あ、どんどん使ってねっていうわけにもいかない、どうやってどういう人が対象なのかがはっきりしない、周知がなかなかできていないのと、はい、他のサービスで、まあ、補えているっていう部分があって、なかなか今難しいところにいて、うん、そうだったんですね、っていうことしゃべっていいのかな、役所の人聞いてないですよね仕事してると思う、うん、大丈夫です、はい、大丈夫です、はい、そうですか。じゃあこれまたね、これからの課題でもあるかと思うんですけれど、はい、またね、いろいろいいように変えていけたらいいのかなっていうふうに思います、はい、でですね、もう一つですね、今度こちらが沖縄市身体障害者生活支援事業ということで、はい、このピアサポートセンターつなぎさんのことについて聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、一回曲に行った方がいいですか、うんうん、大丈夫ですか大丈夫ですか、はいピアサポートセンターさんっていうのが、はい、先ほどもちらっとお聞きしたんですけれども、はい、当事者同士が相談に、うん、っていうことなんですけれども、はい、ちょっとこういうのも私何も知らなくてですね、はい、そもそも相談っていうのはどんな相談があるのかとか、うん、はいはい、
っていうことすらちょっと知らなくて、はい、教えていただけたらと思うんですけれども、まあまあ自発的活動支援事業という、はい、まあ、委託事業として受けているんですけども、はい、これはもともと当事者団体が自発的にやっていたものを、うん、役所が、まあ、支援していきましょうという事業なんですけども、うん、その中でじゃあなんで私たちが相談というのに乗ってるかというと、はい、もうこれも任意団体の時の話に遡るんですけど、うん、やっぱり会員さんが困ったことがあったら、うん、まず会に相談する、はい、もちろんその時には専門家と呼ばれる相談員さんたちはなかなかいなかったわけで、うん、身近な相談窓口だったわけです、はい、ってなってくると当事者同士でやっぱり支え合う助け合うっていうことも大事だよねっていうことで、今年じゃないね、去年の3月までは、はい、沖縄市障害者生活支援事業という別の事業で3月までやっていまして、はい、これがですね一旦まあ廃止になったと、事業自体が廃止になった、ね、まあいろいろ制度が変わったので続けきれないという市の判断もあって廃止になって、でもやっぱり当事者として団体として相談に乗るっていうことは、まあボランティア活動、会員の会員活動としてやってもいいんですけども、ある程度責任持ってやるためには事業化したいということがありまして、今回自発的活動支援事業に切り替えて、うん、9月からですかね、はい、リターンズという形でもらっております。そうなんですね、はい、例えばこの相談っていうのは内容はどんな相談が一番多いとかってありますか？基本的にどんな相談っていうか、はい、もう本当に何でも多いじゃないですか。様々、様々、うん、でも一番多いのは、はい、あの障害があって大変なんだと、何かができなくなってきた、うん、どうしようとかです、うん、例えば目が見えなくなってきた、うん、どんなって料理作ったらいいのとか、あ買い物行きたいけどどこに買い物行ったらいいの、みんなバリアだらけで私出られないさ、うん、そういったところはやっぱり役所に相談行ってもなかなか答えられないわけです。確かに障害があって困っている部分に分かるよって言ってあげれるのは、うん、一番それが伝わるのは当事者、うん、目が見えない人だったら目が見えない人の方が分かってあげれるし、うん、耳が聞こえない人だったら聞こえない人同士、うん、体が不自由だったら体が不自由な人が一番なんか分かってあげれる存在、うんうん、そうですね本当に。なので解決するというよりは、うん、その分かるよ共感していく、うんうん、でこういう時はじゃあ役所に行った方がいいねとか、うん、市民交流センターに行ったらボランティア集めてくれるんじゃないかねとか、はい、そういう情報を提供したりとか、うん、共感するっていうところにまず力を置いて事業は進めています、うんうん、話せる場があるってとってもいいですよね。そうだね、分かってくれればまずは傾聴して、はい、でそれをこういうふうにやったらいいんじゃないかっていう教えてあげて、提案して、まあ、はい、おっしゃったように共感しながら提案していくっていうことですよね。なるほど、あすごいな、うん、これもやっぱり外せないのかなと思います。そうですね、どんだけですね、もう今相談支援体制は充実してきてるんですね、うん、本当にいろんな事業所ができてきて、うん、相談員も増えてきてるんですけど、うん、やっぱり当事者同士の話し合いっていうのは、うん、まあ、障害の種別関係なく必要なのかなと思ってるので、はい、障害者協会としてはまあ、続けていきたい、うん、どうにか形に残していきたい事業ではあります。ここやっぱ当事者の目線ってすごい必要だよね。活性化、例えば地域の活性化って言っても、うんうん、外部の人が頑張っても活性化にやっぱつながってい いかないし、地域住民だったりましてやその子どもたちだったりっていう、うん、その地域に住んでる人たちが、うん、主体として動いていかないことには説得力もないし、うん、やっぱり活動にどうしても限りが出てくるんですけど、はい、やっぱそういう当事者ということで共感して導き出すことによってね、やっぱりスムーズに物事が運んでいくと思うし、うん、気持ちが分かる分だけアドバイスもしやすいですもんね。そう、それが一番いいですよ、うん、本当に。でアドバイスされる側も、うん、歩ける人に、まあね、これ、うん、これだけ歩ければ大丈夫だよとか、ね、うんうん、車椅子でも生活できるんだよって言われるよりも、うん、確かに確かに同じ車椅子の人に言われる方が、まあ、すんなり入ってくる人もいるだろうし、うん、っていうのもあって、やっぱりいろんなその専門家による相談支援も大事だし、当事者による、はい、ピアサポートっていうのが、ピアっていうのが同じ環境にある仲間っていう意味なんですけど、うん、はいはい、
ピアでサポートする部分と、まあ、専門家としてサポートする部分、両方やっぱり必要だなと思っていて、その一役を担えればなということで考えています、はい、ありがとうございます。ちょっと一旦ここで CM を流させていただいて、はい、後半にまた、はい、いろいろとお話を聞きたいと思います。それではじゃあここで一曲聴いてください。この景色とあの人
引き継いでるものがある。難しいですね。自分の会社だったらさ、もう好き放題言い方変えればね、自分ができたいですから。別にこれは私が立ち上げてる私の会社なので、ね、うん、私がって言い過ぎてもまた違うんだ、うん、私はこれがやりたいからこれやるって、はい、もう自分で出資金出した会社だったらできるかもしれない、うんうん、はい、50年の歴史を私一人で作ってないって思ったら、ね、確かに確かに。だからといって、じゃあ我々がもうそのまま過去の流れを引き継いで、うん、そのままやるっていうのもなんか違うでしょう、ね、うん、確かに。で、社会ニーズだって地域ニーズってやっぱ日々変わってきてるからね、うん、そうなんです。30年前正解だったのが今でも正解かったら違うのに、うんうん、確かに。それが50年以上前、オンライブってなってればいいんですよ。あ、そうです、そうです、はい、一回終了して、あ、そうです、そうです、そのパンプあるんだ。クリチュービアです。はい、はい、じゃあ引き続き人のあチャンネルリターンズで、沖縄市障害者福祉協会の理事長平田さんにいろいろ聞いていきたいと思います。はい、じゃあ続きをお願いします。はい、続いてですね、沖縄市民活動交流センターのご近所にですねあります、地域活動支援センター四つ葉さんについて、うん、今度はお聞きしていきたいなと思うんですけれども、四つ葉さんは何月ぐらいに四つ葉はですね、11月1日オープンですね。そうですよね、去年のですか。去年、そう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 、はい、できたてほやほやです。で、こちらでは、通りかかったりとかはしてて、はい、なんか利用者さん、はい、なんかいろいろ仲良さそうに、はい、なんかいろいろやってるなっていうのは知ってはいるんですけれども、はいはい、実際にどんな活動をされてるんですか。ですね、地域活動支援センター、はい、という事業でやってるんですけども、はい、それは障害者の方に、はい、創作活動だったり、はい、生産活動の場を提供するっていうことでの事業なんですけども、はい、うんうん、私たち四つ葉の方では今、はい、絵画、絵を描いたりとかですね、絵画、はい、はい、パソコンを教えたりとか、はい、パッチワークで小物を作ったりとかですね、はい、プラ板ってプラスチックの板に絵描いて、うん、ありますね、オーブンでキーホルダーにしたりとか、チーンとやるとちっちゃくなって、ね、はい、キーホルダーになったりするっていうプラ板制作とかですね、はいはいはい、そういったことを取り組んでいますね。これは教えているのは職員さんなんですか。職員が教えてたり、はい、利用者さんがまた得意な部分をですね教えてくれてたりとかですね、いろいろな方法、まあなんだ、講師がいたりとか、絵画は講師、はい、読んでですね教えてもらったりとかいろいろやってるんですけども、何がやりたいかっていうのを、はい、まあ、ある程度ね利用者が、はい、ある程度固まってきたらそういうのもまた取り入れながら、はい、今提供できるのがこんだけだから、うん、これをやってますっていう形なので、はい、これをやらなきゃいけないとかっていうのはないので、うん、まあ、いろんなニーズに沿った形で、うん、期待作業ができる場所、うんうん、になれたらいいなと思っています。これ毎週何曜日はこれって決まってらっしゃるんですか。ですね、火曜日が絵画、うん、金曜日が書道だったかな、書道、うん、そういう風に決まってるんですけど、うん、基本的にも臨機応変に対応してもらってます、はい、これは無料で利用できるんですか。はい、今のところ無料でやってるんですけども、うん、まあ、いろいろね気使って差し入れ持ってきたりする方もいらっしゃってですね、うん、そんなされてもちょっと困るので、うん、お茶代ぐらいは取ろうかなっていう話もお互いがやりやすいために、ね、出してるから、うん、
持ってこなくていいよって断れるんですけど、うんはいはい、確かに確かに、だから基本的に無料でできるんだったら無料でやっていきたいなと思ってるんですけど、あのそこら辺ね材料費との兼ね合いとか、はい、そういうのも踏まえて、あの材料費ぐらいはとか、まあ、活動によってまた変わっていくのかなと思うんですけど、利用自体は原則無料っていうことでさせていただいてます。いいですね、とっても通いやすくていいですね、はい、本当に、うん、自分たちもやりたいぐらい、うん、やりたい、なんかいろいろな教室があって、金曜日行きたいです、書道、あ本当ですか金曜日行きたいです、はい、ぜひ見学がてらボランティアして行ってくれる、うん、ぜひぜひ、このボランティア、募集を募っているっていうことなんですけれども、はい、どんなことをするんですか、もしボランティア、基本的にですね、はい、腰痛バーのスタッフ今常勤でいるのが2人で、まあ、パートで、パートであと1人いて、はい、3人の時と2人の時があるんですけども、はい、やっぱり2人で見るってなるとですね、利用者が多くなってきた時にはちょっと手が回らない、行き届かない部分があるのかなと、はい、できれば送迎もちょっとずつしていきたいと思ってるので、送迎に行ってしまうと一人の職員で残ったメンバー見ないといけないってなった時に、例えばちょっと書道やりたいから一緒にやっていいねと、うん、その代わり人がいない時にはちょっと手伝うよぐらいな軽い気持ちでボランティア来てくれると助かる日もあるのかなと、まあ、これのこの体制についてね、職員とちょっと検討しないと、ね、ボランティアだけ増えてわんさかしても困るってなると思う、はい、そうですね、ただこういう、ね、協力者は募集していきたいなと思っています。なるほど、現在は、利用者さんがもうそのままどっかまで来て、はい、四つ葉さんまで直接来られてるんですか。基本的に自分で来られる方は、はい、自分で来てください、うん、で、送迎必要な方はちょっと相談応じますよ、駐車市街地のバスとかもですね、はい、今車椅子乗れるようになってるので、その路線のところに住んでいらっしゃる方は、まあ、一番街まで自分で来られて、アーケード内を自分でね、車椅子走らせてくる方もいますし、やっぱり送迎あったら助かるっていう方もいて、今のところもできる範囲で必要に応じてということでさせてもらってるんですけど、この地域活動支援センターの利用者さんは制限とかなんかあるんですかね。ですね、今のところ障害をお持ちの方で、うん、まあ、あの役所にあの申請していただいて、うん、地域活動支援センターを使っていいですよという、うん、まあ、許可が下りた方というか、うん、になります。手帳を持ってるだけではダメって。そうなんですよ、手帳を持っていて役所でやっぱり申請していただいた方っていうことになりますね、じゃあ一旦は役所に行って、何かに行けば障害福祉課の方で申請できますので、申請すれば利用できるということですね、はい、なるほど、面白い。それ以外にね、四つ葉さん、本当に僕たちの、あのイベントだったり、はい、いろいろあのてもう、ね、参加してもらったり手伝ってもらったりっていう形で、地域の交流もすごいあの考えてらっしゃる事業所だなと思ってるので、おっしゃったようにあの、まあ、それだけではなくて、あの、まあ、利用者さんだけじゃなくて、うん、ボランティアとしていろいろね、はい、活動に参加してもらえたりって、うん、したらすごいいいと思いますので、うん、そうですね、うん、またね、一緒にね、近いしね、一緒になんかできたら楽しいなと思います、うん、はい、先ほどもあの紹介の中であったんですけど、はい、本体の方は、まあ、社会福祉センターという公共の建物の中にあって、うん、なかなか外との交流というのは望みにくいんですけども、四つ葉に関しては、うん、まあ、一番街という商店街の中に私たちがお邪魔してるわけですから、はい、まあ、そこで協力してできる範囲でやっていく、はい、で障害持ってる方もこうやって街づくりに協力していくっていうことは、うん、あの四つ葉が一番街にできた中ではもうこれを狙いの一つにしていかないといけないんだろうなと、はい、やっぱ活性化っていうとね、若くて元気な青年を予防っていう発想だと思うんですけど、うん、その中にやっぱ障害持ってる人とかですね、うん、まあ、うん、高齢者だったりも含めて人が来れば誰かが介助でついてくるっていうのもあったりするので、うん、人を呼ぶためにもこういう人たちが来やすい場所っていうのもある程度、全部が全部ではないにしてもある程度必要なのかなと、うん、元気な人だけじゃなくてやっぱりある程度支援の必要な方も来れるよっていう、うん、
街にしたいと思います。はい、なるほど。まあ、一番街はね、うん、ちょうどアーケードもあるから、そうですね、雨だったり、うんうん、そういったのにも、対応してるし、はい、で、去年かな、うん、に、その路面の方、はい、もう綺麗にして今歩きやすいようになってるので、全然違うんですね。前はね、タイル張りだったので、はい、雨が降っちゃうとつるつる滑ってたの、ね、だから、そうそうそう、すごい年配の方とか、はい、実際こけてる方とかもいらっしゃったので、ちょっとこれは危ないんじゃないかって話も商店街では出てて、でそれをじゃあちょっと水はけがいい、はい、材質かな、はい、なんかタイルではないんですけど、はい、ちょっと石っぽい材質に変えて水はけよくして滑りにくくしてるっていう形があります。滑ったことないです。ないでしょ今では、はい、僕もないです、はい、自分たちでも結構おおってなったので、うん、だったらもっと先輩の方とかもっと危ないですね、うん、そう危ない。だから杖ついてる人とかも結構危なかったので、でそれで変わって、アーケードもある程度また修復されてってなってるので、はい、実際天気に左右されずに本当に使いやすい施設にもなってるし、商店街全体が本当にコミュニティ施設となって、おっしゃったようにいろんな方が来てくれる商店街になっていけばいいなと思って、昔の商店街ってやっぱ商売っていうイメージが強かったと思うんですよね。だけど今の商店街の形の流れが交流街という形に、そうそうそう、にしていこうという話もどんどん変わってきてるわけ。やっぱり経済的には今近くで言えばイオンモールとかできてきてる、じゃあここで太刀打ちできるのは何かというと、やっぱり人と人のつながりでしょという形になってて、じゃあそこをちょっと強めるために交流街としていきましょうというのが実際出てるので、そういったね、いろんな方、老若男女問わず、障害あるなし問わず、みんなで本当に楽しい街づくりをしていきましょうというのが今あるので、だそこで本当にこういうふうに平田さんはじめ四つ葉の皆さんといろいろ交流ができて、僕たちもすごいいいなと思うし、2月でしたか、ひな巡りで、はい、ありがとうございます。うち土曜日閉まってるのに、お休みだったのに、営業お休みだったのに開けていただいて、職員無理って開けまして、はい、ありがとうございます。楽しかったですよ。無理言いました。その説はどうもありがとうございます。でも本当にこうやって関わることによってまた知ってもらったりとか、ね、頑張ってるねっていう声かけがまた利用者のやる気につながったりとかですね、職員もまた頑張ろうと思えたりするので、やっぱフィードバックしてもらうためにも、みんながやっぱり活動してる時にも協力するっていうのはできる限りやっていきたいなと、そうじゃないと一番街に来た意味があんまりないのかなと、営業だけするんだったら、まあセンターみたいな、もう公共の建物でも同じで、確かにたまたまこの場選んだですけど、はい、やっぱそこでしかできないことをやっていけたらなとは思っています。そんな風に言ってくださってありがとうございます、ね、普通ね、なんかもっと自分たちのね、ことだけ考えがちなのに、でも街が変わること自体が障害を持ってる方たちのためになるので、はい、結局自分たちの事業だけが良くても業界として考えたらダメなわけですよ。そうですね、やっぱ沖縄市っていう街が福祉の街って呼ばれるぐらいにならないと、業界としてはね、そうですね、四つ葉だけがうまく回っても何の意味もなくて、分かってもらうためには、じゃあ四つ葉から先に出ていこう、たまたま地域にいるからっていう感じにしていきたいですね。ちょっと質問いろいろあるとは思うんですが、はい、最後にですね、はい、平田さんの方からこの沖縄市障害者福祉協会さんの今後の展望、今後こんな風にしていきたいなとかあればぜひお聞かせいただきたいんですが、はい、聞きたいです。ですね、今、まあ、古くからある団体どこもそうだと思うんですけど、うん、会員がなかなか増えなくて、そうなんですか、なかなか増えないんですよ、そうなんですね、協会に加入してなくてもいろんな福祉サービスは受けれますし、はい、福祉の情報なんてネットでちゃちゃっと調べれば出てきますし、で、まあ、先ほど言った委託事業に関しては NPO の会員じゃなくても、まあ、サービス提供ができるっていうのもあって、はい、わざわざ会員にならなくてもサービスが受けれる、そういった中で協会としてじゃあどうやったら会員が増やせるのかって言った時に、委託事業とかではない部分、さっきの地域で何をするかっていう
ことの方向性だとか、うん、考え方自体を教会がしっかり示していくことによって、うん、まあ四つ葉がね委託事業としてただ単に営業するっていう考え方よりは、うん、ここで障害を持ってる方のために活動していくんだ、啓発活動も含めてやっていくんだっていう、うん、その方向性自体を、広げていくことによって、うん、教会に自分の意見を言えば、うん、それを何とかしてくれる、うんうんうん、全部は叶えきれなくてもちょっとずつやっぱ変えていってくれるっていう、そういうところになっていけば会員さん、うん、会員になる意味が出てくるんじゃないかと、うんうんね、言っても変わらない、うん、お金年会費払って、うんうん、いろいろ言っても何もしてくれないって言うんだったら入らないと思うんですよ、うんうんはい、確かにだから大きい部分で委託事業でサポートして、うん、その大きい部分が入らない隙間、うんはいを障害者福祉協会さんで実際に埋めていく、はいうん、そうそうですね、法人として埋めていくか、うん、埋めていくかっていうのが、まあ、今後も引き続き重要になってくるっていうことだったので、はい、また来週来てくれるんですね。来週ですか？まあ本当にこの何十分じゃ全然お話が足りないので、うんまあ、今日も急にお願いして何なんですけど、はい、来週はね本当に来週はねってもうすぐ来る前提で話しちゃってるんですけど、職員さんはじめ利用者さんとかとぜひ本当に遊びがてらでいいので来ていただいて、いろいろ交流を深めていければなと思いますので、はい、違うの、来週私予定があったな。え、本当ですか？じゃあ再来週でいいもんです。再来週、はい、よろしくお願いいたします。はい、では後半の CM をお聞きください。中野の方がですね、交流センターからお知らせ行って終わるような形になります。私はフレクシじゃない、うん、どうもないじゃないですか。全然話してないけどいいっすよ。これは触れる内容残りもなかった。大丈夫です。大丈夫ですか。で、50分ぐらいでちょうどこの CM が終わるので5分間は前原さん、チラシじゃなくて、プロポーションみたいなやつになってました。あ、早いですね。早いですね。早いですね。確かに。平田さん、本当に再来週出ません？29ですか？はい。あ、29か。休みだな。ささ来週、うん、5月でも休みで、ね、次は5月も休みで13になっちゃうんだよ。ほんまや。はい、13とかだったら来る。大丈夫ですか？ぜひぜひ皆さんと一緒に、皆さんが出てくれるかどうかは分からないさっきの感じだと出てくれそうですけどね。出てくれますよ。シャイなんでしょ。まあ最初のね前半だけとかだったらいいのかなと、うん、本当にね、楽しみながら遊びながらってあれですかもしれない。今日喋ったのが仕事だと思ってる。さすが10秒前です。あ、はい、はい、ということで人のあチャンネルリターンズ残り約5分、はい、6分かな、はい、なんですが、うん、ちょっとじゃあ交流センターからお知らせということで、はい、お願いいたします。はい、交流センターですね、ちょうど今日からですね市民サロンっていうものが始まりまして、この内容としてはですね、毎週水曜日の朝10時から11時ぐらいですね、約1時間なんですけれども、沖縄市市民活動交流センターの方でですね、意識を変えるだけで体元気に、やらないよりやった方がいいさということで、うん、ストレッチの講座を開催することになりまして、まあ、うちが開催ではないけど、ね、そうですね、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、それを言いましょうね。水玉カッピングサロン未来さんというのが一番街にございまして、そちらの前原さんという方が主催でやっているものなんですけれども、で場所が、交流センターを使っていただいてっていうものが
一応市民サロンということで、今日からですねスタートしました。でこちらの方がですね今日自分たちも初めてっていうことで受けてみたんですけれども、まあ硬い硬いまあ硬い意外と意識して体を動かすってないよね、うん、この年になると ね、 ね、なんだろう、運動したいなとか思うんだけど、はい、思って終わるんだよねいつもね、思って終わりますね、うん、なかなか、うん、しかもあの一番若いあの石原くんがね硬かったな、そう、だからぜひ硬い人に特に来てほしいですよね一緒に仲間を作りたいです。そうだね、それがだんだん ね成果が現れればね、うん、嬉しいしね。料金も500円、そうだ ね、 そうですね、お一人ワンコインワンコイン来れると思うので、うん、何時からやってるんですか。朝10時からやってます。あのぜひラジオ体操代わりに、はい、やりましょうやりましょう、みんなでストレッチ、四つ葉のメンバーもぜひぜひ、そうですね、うん、本当にみんなでやりたい ね、 そうですね、うん、実際また前原さんのこの自分の経験を生かしたものだから、そうそうそう、飲み込みやすいですよね。そうそうそう、やっぱね姿勢を意識して、うん、はい、そうだね、なんかあの、うん、もう自分もほらほらほら猫背なのよねすんごい、でもうそれが癖ついちゃって、うん、たまにこうやって伸ばすだけでだいぶ気持ちいいさね、うんうん、だけど意識してないとすぐまた戻っちゃうもんね。そうそうそう、だから最初は意識した時だけはって思った時だけでも直していって、それがだんだん続くようになればやっぱりいいみたい。あとは無意識の時が一番体勢的には楽なんだよ、うんうん、こんなになってますからね。あ、そうですね、無意識、ね、楽だから無意識にやる、そうなんですよね。でも後から辛いんですよ、肩こりだったり腰痛だったりとかにつながるから、そう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 、しかもダイエットにもいいってよ、代謝が良くなるから。そうそうそう、本当ですか食いついた食いついた食いついたぜひぜひ皆さんやりましょ う、 そ う、 そう、ね、血管が若返ると見た目も若返るらしいんで、皆さんぜひですよ。で疲れが溜まりにくくなったり、そう、ここ嬉しいですよ ね、 ね、そうそうそう、え、疲れやすいの。僕ちょっと疲れ安いのかな分かってね、仕事ではないんですけど、うん、気づかれじゃね、うん、気づかれですかね、うん、新しいところに入ったからです。あ、それですか、いじめられてるんですか、ね、そんなことないですよC じゃないよ社長がね、会社誰だ社長まあそんな形で、うん、今週から始まりました、毎週水曜日なんですが、来週再来週22日はありますね。再来週が、再来週がない、うん、その次もですよね、ない祝日だとないんですが、うん、そうそうそう、平日であの交流センターが空いてる時間でしたらやってますので、どんなもんかなっていう感じで来ていただいても本当に気軽にね、あの皆さん参加していただきたいと思いますので、もうメンバーも本当にウェルカムだもんね、本当にアットホームだった。今日いらっしゃった方も、まあ、あの商店街の人もはじめ、はい、うん、まあ、その他地域から来てる方もいらっしゃったけど、はい、うん、ね、すんごいみんな和気あいあいしながら楽しそうにやってたんで、痛い痛い痛いとか言いながらね、やりたかったけどさ、そうだね、自分見せ番しないといけないでしょ取られた、そうそう、また次本当は俺だけって最初思ってたんだけど思ってたんだけど、なんか貧粛くらいそうだから最初はまずはお二人からやって、来週は俺やろうかなと。オッケーオッケー、それでいいと思います。よろしく、はい、よろしく、はいということで、はい、この人の輪チャンネルリターンズ、はい、まあ、来週22日は、普通通りやりまして、はい、5月の13日、はい、水曜日にまた、本日のゲストの沖縄障害者福祉協会これ決定なんですか、はい、また勝手に決められてますよろしくお願いいたしますということで、ラジオどうでした、ひでつさん。楽しいですよ。 ありがとうございます。もうじゃあ癖になってるから、癖になってるとか、もう喋るのはね、うん、いつやっても楽しいですねいいっすね、ね、なんかすごい役所でばったり会ってもおしゃべりしますから、ね、しましたね5分は喋ったかな、はい、でもラジオ始まる前は自分シャイだから、うん、あんまり喋らないとか言ってた、シャイなんですよ、逆に喋るんだよそうだそうだ、なんかこの、ま、無言な、うん、時間に耐えられないです、耐えられないタイプ自分結構無言でも大丈夫なんだよ、大丈夫のタイプなんだ、大丈夫、あ、そうなんだ、 KY なんだぞ自分勝手なんだぞねそうそうということで、はい、本日のゲストは沖縄市障害者福祉協会平田理事長でした、はい、また、13日に、5月の13日にお会いしましょう、はい、よろしいですかね、はい、今日はありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。人の輪チャンネルリターンズの森と
中野と石原でした。どうもありがとうございます。ありがとうございます。